まあね、なかお金の力でなかったことになりましたね。じゃあまた試してみましょうか。こっちで合ってるのかな、多分合ってると思うんだけど。おう、まあいいや、救急セットが30個もあるからたくさん使っていこうかな。じゃあ、あれこっちじゃなかったか。ちょっと今の無駄にしてしまったな、バカス。まあこれでね、たくさんダメージ食らっても回復できるって、ただまあ大丈夫なの分かりましたね。あと29個もあるもんな。まあ、とにかく向こうの方まで行きましょうかね。あ、そういえば昨日、まあ、録画してる間にゾンビのことについて話してたんですけど、まあ、ゾンビについて話すっていうよりも考察なんですがね、まあ、どうやってゾンビは動いてるのかって、まあ、考えてたんですけど、まあ、また話し直すのもいいかもしれないな。まあ、ゾンビってまあ皆さんが知っている通り死体が動く、まあ、症状というか、まあ、死体が動いてますよね。で、まあ、どうやったらゾンビは本当に再現できるのかみたいなことを考えてたんですけど、まあ、再現できるのかっていうか、科学的に考えてゾンビとは一体どういうものなのか考えてたんですけど、まあ、昨日たどり着いた結論はですね、やっぱりファンタジーですから、お話ですからみたいなことでくくったんですけど、まあ、どのみちこっちの方行かないといけないみたいですね。あ、行けた行けた、オープンセッサミー。なんでこっちに来んのかよ。まあ、じゃあ先に進むかな。で、やっぱりゾンビって死体ができて動くやつなのって、まあ、よくよく考えると、いろいろと腐ってしまって、機能しなくなる肝臓とかはですね、まあ、他の力で、力ってっていうか、他の何かで代理しないといけないんですよね。まあ、例えば、まあ、バイオハザードだったらね、こっちで合ってるのかな？まあ、バイオハザードだったら、まあ、やっぱり、パラサイトが、体を乗っ取ってね、移動しているわけですから、まあ、それが一番リアルかなと、可能性があるんじゃないかなと思ってるんですよね。なぜなら、まあ、細胞とか筋肉とかってそう腐っちゃうじゃないですか。まあ、切断されてしまうと動かなくなってしまいますし、で、まあ、これらって筋の筋とか、筋の筋っていうか、まあ、筋をね、動かして、動かしてっていうか引き伸ばしして動かしてるわけですから、まあリアルに考えると、まあ何を言いたいのかもう分からなくなってしまったな。あ、スクリーマーがいるな。無視できるかな、無視できるみたいだね。おいや、ゾンビのことを話すのやめよう。何が言いたいのか全く分からなくなってるしね。まあ言いたいのは、まあ、一番ゾンビに近くするのはやっぱりバイオハザードに出てきたゾンビってことですね。さてと、なるべくヘッドショットで終わらせていきたいか。ああ、sorry sir。まあ、ショットガンで近距離で撃たれたら、まあ、そりゃダウンするわな。さて、こっちか。じゃあ、まあ、何話そうか。これは、オーストラリアンバイオロジカルインスティトゥート。バイオロジカルインスティトゥートね。なんか、スタンボムか。なかなか、やわげな名前が出てきましたね。まあ、やっぱりこのウイルスも人工的なものかな。おはよう、サー。バイバイ。さて、じゃあ先に進みましょうか。こっちの橋は無理そうですね。上に登らないといけないのか。よいしょと。まるでアサシンズクリード、屋根の上を走るなんて、なんてロマンが溢れてるの。
と思ったらいけないね。迂回しないといけないのかな。迂回しないといけないくさいね。これはめんどくさいな。こっちから行けるのかな。ここだここだ、助けてくれって言ってる人がいますね。あーっと落ちた。ちょっとあそこの上に登ってみましょうか。なんかもらえるかもしれませんしね。さて、よっと、ヘルプヒア。あ、登れねえや。しかももう死にそうだし、またごめん、あんた助けに来るのは忘れてくれ。ちょっと自分の今の自分の身が危ないんだ。うわー、ゾンビがまたたくさん出てきたな。ヘルプヘルプ、無理、ちょっと今忙しいんだ。さてと、このタグにこの剣の凄さを試してみようかな。おっと危ねえ、毒食らいましたね。うわ強い強い、さすがジャパニーズソード。敵を容赦なくぶった切るぜ、そこに痺れる憧れる。じゃあこっちじゃないんだったらこっちか。あ、戻っていかないといけないのか。でこっちの方にも道はあるね。フェリーステーションポートオブヘンダーソン、ビダヘーダンソン。こっちでも行っちゃうと戻っちゃうしな。どうやったらあっちに行くんだ。こっちか、いやどっちだ。必ず道あるはずなんだが、どっちから行くのか分かんないぞ。あそこになんかゾンビがむっくりと立ち上がったが、気にしないでおこう。こっちか。じゃあここを登って、まあ、乗り越えていきましょう。エッジオアウディトーレだったらね、まあ、関係なくそこら辺の壁をポポポって登っていけるんですが、まあ、ゲームが違うのでよしときましょうか。うん、ああ先生、足首くじけました。そうですか、なら生き残る価値はありませんって、あの僕の好きな実況者さんの、まあ、マインクラフトの実況者さんのネタなんですが、面白いですよね。でショッキングクローバーモッドね、クローバー専用のモッドかな。でこのブリックを頭に落とすのかな。ストライクみたいな。まあうまく当たりましたけど、こっちを左に行けばいいみたいですね。これでよし、まあ、蹴りしてごめん、またつまらぬものを蹴ってしまった。タララー、テレテテテテテレレーって BGM が流れそうだ。左か、じゃあ、あとゾンビか、あゾンビか、まあ、そこで死んだふりしてればよかったのに。でこっちを右かな。なんかものすごいゾンビがいるね。Get down, sir. Get down. うん。で、これは、Reliable Exotic Mace ね。メイスか。まあ、いらねえな。じゃあ、アップグレードじゃなくて、リペアしましょう。まあ、いろいろと使ってしまったので。じゃあ、こっちの先かな？まあ、どんどん近づいていってますね。おー、スーツケースの山だ。お金ー！ Money！ さて。投げればどうかな。おお強いね、まあ、強いけど、まあ、なくしてしまいそうだから気をつけるか。やっぱドンキも強いけど刀も強いね。さてとそこにまたゾンビがランチタイム楽しんでるけど、そこ俺は関係なく切り捨てるぜ。ゾンビなんて皆殺しや。ゾンビを見つけ次第叩いて潰せ、叩いて潰せみたいな。でまたチャージャーが来ましたね。こいつはまあ突進してきますので結構強すぎないといけません。このように横にサイドステップいけばこのように避けることができますので、
まあ、そんなに強くはない、まあ難しくはないですね。アウチ You stupid ass idiot man Thank you Oh oh。 まあこの時は地形の利を利用するだけだ。俺は上に登って銃撃でお前を倒してやるぜ。え、ずるいって、んなの関係ねえな。茶税に部類で俺たちを、俺のことを戦っていじめやがって。ん、え、これがいいのか、これがいいのか、これがいいのか、え、どうだどうだ、んんん、 Oh I'm so sorry、 チャンスなかったか、ざまあ見やがれ。俺のことをみんなに寄ってたかってボコボコにしようとしたからだ。はあ、はあ、はあ、お前もだ。俺のことを笑いやがって。うん、笑ってないって、そんな心の中では笑っているんだろ。おっと、お店か。These prices? How do I stay in business? なんか売ってるね。まあちょっと後に売るか。ナックルいらないから持ってていいよ。これもいらねえな。あとロケットパンチャーも手に入れたんだっけ。1万ダメージ強いね。ラピッドボルトアクション、おスナイパー、これ買えるわ、買っちゃうか。でお金がなくなってしまったな。そうだな、なんか売るか。他にもそういえばダイヤモンド売ってたんだっけ、売ってたっていうか持ってたんだっけ。あ、そうだ、まずこのスコップと拾ってなるべく金の足しにしよう。ここに落ちてるものを売るっていうのはなんかひどいもんだけどな。あれ、これ俺のものじゃなかったっけみたいな。まあ背に肌は変えられるのだ。しゃべるで、スナイパーナイフはね、もっといってこんなものか。あとダイヤモンド1287ドルから安いな。まあこんなね、アポカリプスタイムだったらダイヤモンドなんてただの石に過ぎないだろうからな。なんかね、素材になるならともかく。これで5000ドルか。これでアップグレードできるかな。ちょっと心配だな。オープンセッターにスレッジハンマースティールロット、これは71ドル。よし、まあ、ボルトアクションライフルが手に入りましたから、これで敵を狙い撃つぜができますね。まあ、その元ネタ知ってる人がいたら言います。僕はあの人が好きです、かっこいいもん。さてこれを844ドルか、まだまだ使えるからいいか。1214 1300 1400、金が足りん、仕方ない、ダイヤモンド売るしかないか。他にも売れかなと思ったんだけど、やっぱりダイヤモンドが一番高く売れますね。2つほど売っちゃうか。で6000か、高えな、仕方ないな。4000ドルかと思ったんだけど、何を勘違いしたんだろうか俺は。仕方ないね。じゃあこのどうだ、そうだな、担当を戻しておくか。うわ、黄色いねこのスナイパーライフル、あんま好きじゃないんだけど、まあ仕方ないか。じゃあ敵が遠くにいたらちょっと試してみましょうかね。どこら辺にいるかな。もしこれでね、落ちてるものでもっといいスナイパーライフルがあったらかなり怒るよ僕は。あそこにいましたね。あっといけない、間違って投げてしまった。3667ダメージか、ボディヒットで。あ、でも一撃でダウンしてますしね。うん、おっと7000ダメージ。リロードなんか時間かかるのが厄介ですね。おお、13716ダメージ、13000か、今の外してしまったな。13146ダメージ、まあ強いですね。あっちっちゃいちゃっち、
まあ、これがチャージャーだったらあんな風にチンタラチンタラ狙って撃つことができなかったんですけど、足が遅かったからね、助かりました。オギオモークのランドリーね、中に入りましたね。なんかあるのかな。さあ出てこいしもべよみたいな、なんだよそれ。さてなんか人がたくさんいますね。ギア、デモンジュース、クリーバー、ブレード、ベースボールバットなど。あ、これサバイバーかと思ったらゾンビだったか。あー、どうしようかな。なんか探索しなくてもいいか。なんかのクエスト用だし。そうだね、じゃあこのメディキットもらったら外に出ちゃおう。ごめんごめん、ちょっと邪魔するつもりはなかったんだ、テヘペロ。